新居浜市は、瀬戸内海に面した、四国の中北部、愛媛県の東予地方に位置する市、瀬戸内有数の工業都市。江戸時代に開けこうされた別市道山で、繁栄の足掛かりを築き、その後、産業機械、化学工業、非鉄金属など、住友グループと、その協力企業群により発展を遂げた。住友グループの企業城下町として有名であり、よく、 と新新浜と表現される。平成の大合併により、県内人口第2位の座を今治市に譲ったものの、現在も人口密度では、東予地方第1位であり、東予地方の中心都市の一つである。毎年10月に行われる新居浜太鼓祭りは、県内最大級の出車が市内を練り歩く祭りであり、四国三大祭りや日本三大喧嘩祭りの、 一つとしても知られている。滝の宮公園第一展望台より、市内北部を望む。中央やや左のベージュの建物が、新居浜市役所。滝の宮公園第二展望台より、新居浜市中心部周辺の空中写真。2010年4月18日撮影の8枚を、合成作成。国土交通省国土地理院地図。 空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。四国のほぼ中北部に位置し、東は四国中央市、西は西条市と接する。北は瀬戸内海の日内灘に面し、南は四国山地を境として高知県境に接している。国領側から望む西赤石山北は瀬戸内海の採用の日内灘に面する。地域の北半分には、 新居浜平野が広がり、市街地が形成されている。平野部は、東西から百数十メートルの丘陵地である里山、金子山が突き出すように広がっているため、市街地は、河の地型に形成されている。この地形ゆえに、周辺都市から独立したような格好になっている。新居浜平野の南縁では、中央構造線に沿うように千数百メートル級の、 急峻な四国山地がそびえる。地域の南半分は、このような山地がほとんどであり、小規模な集落が点在する。市街地の中心を流れる、国領川の西側を、川西地区、東側は、川東地区、東西の丘領地及びそれらを結ぶ線を通る、予算線付近から、南側は、上部地区と呼ばれる。上部の、さらに南方には、 別紙山地区が位置する。山深くに位置する、この地区は、市街地からは、約30キロメートル離れている。冠山を源とし、旧別紙道山を流れていた道山川が、鳳王山脈の合間を闘神する。なお、この別紙山地区は、独立した村、別紙山村であったが、2003年に、新居浜市に編入合併された。かつては沖合に三代島。 黒島などの島が点在していたが、埋め立て等により、地続きとなった。現在は、東北部沖にある新居大島が、唯一の離島となる。年齢構成1937年の、市政施行当時の人口は32,254人であった。その後、別市道山の繁栄や、近隣町村の編入などにより人口は、増加を続け、1981年には、 過去最高の135,396人となったが、以降は、微減傾向が続き、2002年以降は、自然源が向上化するようになった。長年、人口での比較では、県内においては、松山市に次ぐ、第2位、四国内では、第5位となっていたが、2005年に行われた、市町村合併により、新居浜市より、人口の多い今治市が誕生したことで、 県内第3位、四国第6位の人口となった。また、近隣に10万人規模の都市が2都市出現したため、東予地区での相対的な優位性の低下が懸念されたが、企業や商業施設等の進出が相次いでおり、拠点性はかえって高まっている。さらに東市は、過重地面積が63.11、警平方メートルと狭いこともあり、 過重地人口密度は1964.06人、経平方メートルと松山市に次いで、県内、第2位となっている。新居浜市は、西条市、四国中央市の間に位置し、これら東西の都市の橋渡し的な役割を担っている。新居浜市を中心とした東洋地方は一つの地域圏を構成しており、行政も大型化を視野に入れた取り組みをしている。 新居浜市をはじめとする東予地方は、その地理的な重要性から、四国全体の拠点としての役割を発揮すべきだとの主張も多い。将来的には、広範囲の都市県全体が大規模合併で一つの市となり、同州制を導入した暁の四国道の同庁所在地、州都にしようとする構想が議論されている。仮に、東予の 全市長が合併した場合は52万人程度の都市となる。東から四国中央市、新居浜市、西条市が連続しており、相互の関係が都市中心性にも影響している。工業地帯は昭和中期以降に周辺都市と実質的に連続するようになった。これは大都市などの工場集積地から地方に工場の移転を促進する。 国の政策によるものであるが、すでに工場が集積していた新居浜市は、対象地から除外されていた。そのため、新居浜市の工業都市としての拠点性は薄れた。隣接する西条市とは、工場群が市境をまたいでつながっており、また産業も似ているために一体化して、四国最大の工業地帯をなしている。商業でも両市民の交流が盛んであり、 地域県としても一体化が進んでいる。工業都市の新居浜市に対し、西条市には、半省時代の名残で県の行政機関が多く、設置されている。これには、工業都市で、老祖の力の強い新居浜市を嫌ったとの見方も、根強くある。また、新居浜市は、住友の色が強く、住友以外のグループ企業が進出し難いとの見方も、ある。実際、 三菱電機最上工場が、最上市に、日清成功等が、旧東予市に立地している。また、東隣の四国中央市との交流も深く、実質的に通勤等の人の相互の流れがある。1881年の口や、戦国時代末期までは、東予東部一帯を実質支配していた金子市の巨城金ス城付近が、中心地であった。 当時を忍ばせる者として、金子山のふもとにご茶屋谷という地名が残されている。近世から昭和初期までは、住友財閥を中心とし繁栄した、口屋が、名実ともに中心であった。元六十五年、別市道山開港の約10年後に、住友が、新浜浦に口屋を開設した。以降昭和初期頃まで人や、物流の中心である。 この口屋を各に新浜は発展し、今も新浜発祥の地として知られている。1890年に、それらの機能が総会長に移った。別紙道山の発展と、住友財閥の事業拡大で、拠点が北に移動したことで中核がないまま発展した。また、昭和期に周辺町村と合併を繰り返し地域の、 拡大を続けてきたことも、市の都市構造に影響している。そのため、市街地は、旧町村の中心に由来する数箇所を拠点に浅く、広く拡大しており、人口集中地区は29.1平方キロメートルにもなる。また、現在まで工業都市として、発展を続けてきたため、市内には城郭などのランドマーク的な施設がない。新居浜駅も、 市外からやや離れており、中心性に欠けると指摘され続けてきたため、土地区画整理が行われて、周辺の再開発が進んでいる。強いて言えば、県道11号線と県道13号線が交わる、裁判所前交差点周辺に、市役所、文化施設、税務署等の観光所、新居浜郵便局、金融機関などのサービス施設も、比較的集積していることからが、 実質的な中心地となっている。また、昭和通り、東道を中心とする、中心商店街地区においては、中小商店舗か、銀行支店の集積が見られる。市は、中心市街地活性化基本計画や都市、計画マスタープラン基本計画などにおいて、新居浜駅周辺、市役所周辺、昭和通り商店街、リーガロイヤルホテル、 新居浜周辺の4地域を拠点と捉えており、近年これら4地域に囲まれている金子工区、金英工区などでは住宅、商業施設の建設が相次いでいる。ただし、その分散した町である反面、公共交通機関は充実しておらず、機能的にはほとんどつながっていない。そのため、移動はもっぱら自家用車、スクーター、自転車に頼るところが大きい。 瀬戸内海式気候で年間を通じて温暖、昭雨である。夏は三方を山に囲まれ、盆地に似た地形であるためか気温が高く、時間帯によっては全国で一番暑いこともしばしばある。冬には南部の山に積雪が見られる。平地での積雪は数年に一度程度である。瀬戸内地方には水不足の問題などもあるが、本市では 上水道をすべて地下水で賄っているため、そういった状況は少ない。ただし近年は、水道使用量の増加や、工業用の取水の増加等により地下水の低下が深刻となっている。地震も含めて比較的災害が少ない地と言われているが、2004年に四国に相次いで襲来した台風10号、15号、16号、18号、21号。 および23号による、新浜豪雨で、床上浸水や、山崩れ等の災害が発生した。新浜アメダスは2016年8月に移転したため、統計の切断がなされている。下記の数値の平年値は、移転前のものである。西日本最高峰である、石槌山のふもとであり、古代より、人々が居住していたとされている。大宝元年の大宝立量で、 地方の行政区画を国軍里政が定められ、神野軍の地名となる。延暦11年、俗日本記によると、佐賀天皇の意味名が、乳母の出身地から、神野新皇と名付けられ、同じく功績を認められた宇母にも、神野宿根の名が贈られた。これにより、神野軍は、佐賀天皇の意味名に触れるため、大同4年に改名となり、新居軍が誕生した。 鎌倉時代より、新居軍は、金子氏の下で繁栄したが、天正13年に、橋場秀吉の毛利軍と金子元宅が率いる、金子軍との戦いにより、金子氏の時代は、最後を遂げた。元六四年に、別子銅山が開けこう。その後は、別子銅山と共に発展をし、その過程で培われた。 産業技術を基盤として、今日の四国有数の工業都市を築き上げていった。新居浜市の系譜町村製志工事。明治41年、昭和12年、昭和28年、昭和30年、昭和34年、平成15年。1月1日、11月3日、5月3日、3月31日、4月1日、4月1日。調整志向合併。編入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 ,編入。 市政志向。新居。浜村、新居浜村新浜村新浜町。新浜市現在に、至る。金子村、高津村へ。大島村、滝浜村。新号村、羽生村。あ。泉川村、泉川町。う。中萩村、中萩町。船木村、王城院村。い。角野村、角野町。別子山村。あ。 昭和14年3月10日、泉川村が、調整施行し、泉川町となる。い、昭和14年10月1日、角野村が、調整施行し、角野町となる。う、昭和17年4月1日中萩村が、調整施行し、中萩町となる。え、昭和31年9月28日大船員の一部が、西条市へ、境界変更。 新居浜町以外の合併以前の系譜は、それぞれの市町村の記事を参照のこと。定数26市役所には隣接して、消防本部、北消防署が、川東支所には北消防署支所、上部支所には南消防署が設置されている。2016年までは、本庁舎と消防本部の間に、新居浜市立郷土美術館があった。郷土美術館の建物は、 現庁舎落成以前の1981年まで市役所庁舎として使用されていたため、郷土美術館が閉館及び解体されるまでの35年間は、新旧の市役所庁舎が隣接する形で立地していたことになる。2018年から郷土美術館跡地と老朽化や耐震性の懸念がある消防本部の敷地に新たな防災拠点施設を建設され、 新居浜市消防防災合同庁舎及び新居浜市防災センターとして2020年4月に教養を開始した。総務省にこうして市町村合併の機運が大いに高まり合併の組み合わせが検討された。愛媛県が当初試案として発表した合併パターンで新居浜市は単独で残ることが示され新居浜市関係者は衝撃を受けた。その後、 別市山村との合併パターンなどが提示された、隣接する、馬県域や西条、周宗群が、新居浜市に迫る人口を持つようになることが予想された、ためである。都市中心性も揺らぐのではないかと懸念された。加えて、新居浜市と、ほとんど同一人口規模であった今治市が、落ち郡の町村部を合併すると、人口規模で大きく引き離される結果が予想された。 その後、将来の同州制導入を視野に入れた西条市、東予市、周総群との三市二町による大規模合併を期待する声が高まり、その実現に積極的だった当時の市長や経済界の働きで、関係自治体の首長が会合を重ね、一時は合併協議会設置の手前まで話は進んでいた。東予地方のみならず、四国全体において、 プレゼンス工場を期待していた。しかし、新居浜市において、人気満了に伴う市長選挙が行われて、協調路線の新たな市長が誕生したことで他市長の発言力が強まり出した。その結果、など以前からあったものの合併実現のために、抑えられていた問題が再び論じられるようになった。特に一定の主導権を確保し、 西条市中心の合併を実現しようとする、西条市関係者は、新居浜市が中心となるのではとの危機感を抱き始めた。新居浜市長がオープンな対等合併や、新市の名称や市役所の位置などは、新居浜にこだわらない等と主導権を否定する発言を、したが、西条市側は疑念を払拭しきれずにいた。同じ頃、隣接する馬群別市山村が、 合併相手として、新浜市を選び、正式に合併を申し出た。別市道山を通じて、長年深い関係にあった別市山村との合併は、新浜市民にとっても念願であり、これを心よく受け入れ一気に、新浜市と別市山村との合併協議が進んだ。これに、西条市が、一方的に三市二町の合併に影響を及ぼす、などと理由付けして、合併協議に、 に居はま市を参加させないことを主張。他の一市二町はこれに従い三市二町による合併は破断となり結局、別市三村を編入したのみに終わった。その後に市二町は、西条市の強い主導で合併、新たな西条市となった。ただし、四国中央市、西条市では、将来的にに居はまとの合併は避けられないということが昔から言われ続けており、 今回の合併は、新居浜市と人口、産業等で同等規模にしておけば、将来のさらなる合併を協議するときに、対等な立場で臨めるという思惑もあった。三市大合併は、新居浜市においても推し進めようという動きがあり、三市の連携を強化する必要性が市議会等でも議論されている。現在、市内各地で行われている都市基盤整備は、 それに向けての中核都市整備としての性格も持っている。ただし、全市長は三市合併の実現に肯定的な認識はあるものの、最上市、四国中央市が合併間もないことで、それぞれの市で一体感を醸成している。現段階では、その是非を議論することは避けるべき、として合併に向けた活動には消極的であった。 現市長はそれについてのコメントを出していない。愛媛県発令の特別警戒期間中の2021年3月30日に消防本部職員12人が2021年4月1日に建設部国土調査課職員12人がウイルス感染症対策担当の危機器管理統括部長の許可の下、乾燥芸会を相次いで開催。 石川勝行市長は市民に申し訳ないと謝罪した。新居浜と西条をつなぐ機関として、新居浜、西条地区広域市町村県事務組合がかつて、新居浜市にあり、県内の共同事務、二次救急医療などの連絡調整を行っていた。西条周葬地区の合併により事務処理が減ったことを理由にこの組合は解散され、同組合が管理している施設は、 それぞれの市に譲渡された。また解散に伴い漁師による広域協力に関する協議会が設置された。漁師に四国中央市を加えた広域組合化を求める声があり、全新居浜市長も消極的ながら将来的な可能性を示唆していたこともあり、今後の三市の協力体制に与える影響が大きい。三次救急については愛媛県立新居浜病院に 東洋救命救急センターが設けられている。石土山など急峻な山岳地が多く、事故、病気等に迅速に対応する、必要性があることから、県内の救命救急センターでは、唯一病院敷地内にヘリポートを有するなど、充実が図られている。国の機関として、精密機械、電子部品、製品やその原材料などの輸出入が盛んな、新浜港。 東予港は重要港湾に指定されており外国貿易船の往来も多いことから、神戸税関新居浜税関支所、広島県駅所新居浜出張所、新居浜海上保安所などが管理に当たっている。1950年代前半の住友科学、愛媛工場内、住友グループの企業城下町というイメージが強い新居浜市であるが、 大手企業の東予地方を管轄する視点が多く、立地しているために、東予地方の中心都市という面も持つ。また、東北部に位置する滝浜地区は、江戸時代に開かれた滝浜園田で栄え、塩田が廃止された後は埋め立てられ、工業団地、港として、製造、物流、卸売の事業所が進出し、現在の新居浜の産業の一角を支えている。 1950年代に、川崎市、岩国市、四日市市とともに、日本初のコンビナートが、新居浜市に建設され、日本の化学工業の礎を築いた。また1960年代には、東洋地方が新産業都市に指定され、その中核都市として、同地方の産業発展をリードしてきた。 2017年の製造品出荷額等は7,973億円であり、県内では今治市、西条市に次いで第3位となっている。地理的に香川県に近いため、香川県内の企業が愛媛県に進出するときの拠点として、西浜市に事業所や店舗を設置することが多い。住友グループ世界一の産出量とも言われた別市銅山の発見以後、 住友家が開発を進め、住友科学、住友重機械など、グローバル企業になった住友グループ各社が、この地で生まれた。このため、別紙銅山の閉山以後も、各社の主力工場が多く立地している。また、住友グループは長年にわたって、整理に取り組んできたが、近年では、住友金属鉱山などの企業において、大型の設備投資も行われるなど、 新たな活気を生み出している。余談だが、証券取引の世界で、住友金属鉱山が、別紙と呼ばれるのは、同じ住友グループで、上場企業であった、住友金属工業を特別するためである。また、三井住友銀行は、愛媛県内で唯一、県庁所在地である、松山市ではなく、新居浜市に支店を構えている。なお、2009年1月に、 松山支店が開設されたが、法人専用の店舗で非事業制の個人客を一切受け付けていないため、新居浜支店が実質的に県内唯一の店舗であることに変わりはない。一方で、厳しい労務管理や過度の利益優先姿勢を新居浜市民に批判される一面も持つ。中小の製造業中小機械製造会社が大企業の下請けで培った技術を活かして、 独自に製品を開発したり、大学や新居浜工業高等専門学校や研究機関と共同で、福祉機器などを開発製造するなど、自立産業都市を目指した産学館の取り組みが活発になっている。電力業、住友化学や住友金属鉱山など、住友グループの企業へは、住友共同電力が電気を供給している。 住友系企業の大規模工場が多いことから電力需要が多く市内には住友共同電力の火力発電所水力発電所が多数立地している別市山地域は以前は別市山村の森林組合が水力発電所を運営し電力を供給してきたが合併による組合の解散により住友共同電力に供給を遺憾している戦前は 四国電力の前身企業である四国配電が新浜市に本社を構えていた。日本発送電も新浜市に支店を置いていた。その関係もあり、四国電力は新浜市に支店を設置している。運輸業、住友の工場が多数立地している関係で、JR 貨物の貨物駅や全国規模の運輸会社が立地している。 歴史昭和初期の本町通り昭和通り開通宿が、行列明治から昭和初期にかけ、口屋に近い本町通りに商店が集積した。1893年別市銅山からの同性恋愛ガスによると思われる大規模な水筒被害が発生した。1899年別市大水害が発生し、別市銅山の各施設が崩壊、流出した。 土石流が多発した理由として、新炭材利用のための樹木の切り倒しや精錬による、塩害などにより、周辺山地の森林が喪失したことが挙げられる。被害は、死者513人、負傷者28人、家屋の全壊、流出122個、半壊37個に及んだ。1931年に本町通りの一本南に、 並行する形で昭和通りが開通してからは、通りに沿って、長い片側アーケードの商店街が形成され、またこれと T 字型で交わる、遠道と、それらの接点に、銀泉街という商店街が形成された。昭和後期には、市内に、大型商業施設が集積した。昭和通りに、南海百貨店、昭和通り商店街の東端に、富士新浜店、西端に、 新居浜大丸、東道に、日井新居浜店の合わせて4店舗が、いずれも、中心商店街地区に立地していた。このうち、日井と富士は1976年の出店であった。この頃から、中小商店から、大型店への人の流れが急速に移行しつつあった。1990年代半ばになると、中心商店街地区から離れた場所に、 郊外型の商業施設が続々と開店、リニューアルオープンした。主な店舗としては、1993年に店舗面積を約5倍に増床したディック・ニーハマ店、1996年開店のパルティ・フ士本号、東谷閉店の開店などが挙げられる。一方、中心商店街では、平成不況の煽りを受ける形で、 1996年に、日井新浜店。1999年に、大英新浜店が閉店し、跡地には丸中が進出したが、建物の老朽化に伴い2016年8月に、閉店。新店舗を建設して2018年12月1日、営業再開した。2001年には、市内唯一の百貨店、新浜大丸も閉店し、 中心商店街の空洞化に追い打ちをかけたに一度撤退。2013年に改装及び店舗ブランド変更をして営業再開した。このように大型転換でも市街地型店舗と郊外型店舗との間で明暗がくっきりと分かれた。また1990年代後半に香川資本の丸中や丸吉センターが市内に初進出した。しかし、 感染道路網が充実する前までは、新居浜市には高い集客力を要する商業施設、店舗などは進出し難いと言われていたが、新居浜市を含む東予地方は、複数の都市が連なっているため、証券人口数十万人程度の市場となることから、近年、市場性に注目したショッピングセンター等の開設が目立つ。代表的なのが、 商工会議所の積極的な誘致で2001年に進出したイオン、新居浜ショッピングセンターである。進出後は周辺に店舗や商業施設の進出が相次ぎ、近隣都市からも客が流入して人の流れが変わりつつある。また2から3年ごとに増床を伴う大規模なリニューアルを繰り返しており、開店からわずか10年で開店当初より、 商業施設面積がおよそ1.5倍になるなど、積極的な営業展開をしている。しかし、これを、地元商店街への脅威だとする意見も根強い。全国大手のイオンが立地し、香川資本の丸中、丸吉センターなども、積極的な店舗展開を続けており、これを迎え撃つ、形の県内のスーパーとの間で、競争が続いている。丸中が、 愛媛事業部を当初は松山市ではなく2007年に開店した新居浜本店内に置いていたことからも激戦地であることが伺える。また、イオン新居浜店、マックスバリューニシの土井店、ザ・ビッグマツミコ店とすでに市内に3店舗あったイオングループの店舗に加えて丸中が2011年にイオンの子会社に、富士も2018年にイオンと資本、 業務提携を結んだことにより、イオン系列のスーパーが8店舗存在する状態となっている。近年では、高木町、西の土井町付近が、新浜駅と4モール新浜を結ぶ経路及び、上部地域と川西地域を結ぶ経路の交差地として注目され、大型小売店の進出が相次いだ。また、商業地が広く浅く発展したことがかつては、 デメリットであったが、一極集中化されて、雑多な街を避けてある、程度発展はしているものの静かな重空間の中で、快適に暮らしたい、という全国的な消費者の消費活動の変化にその構造が合致したのか、学研パブリッシング調査による、主婦が幸せに暮らせる街ランキングにおいて、全国9位にランキングされた。これを受けて、 主婦向けの新たな携帯の店舗を全国展開の第一弾として、新居浜市内に開設する企業もすでに現れており、かつての弱みが強みに変わった魅力ある街として期待が高まっている。地球温暖化やゴミ減量化への対策として2009年6月1日に市役所の働きかけて、市内の主要スーパーマーケット6事業者19店舗でレジ袋の有料化が始まった。 それと共にマイバッグ持参とレジ袋自体を買い物客に呼びかけた。その後2014年3月1日に4事業者11店舗が参加し、2017年11月現在は9事業者23店舗が実施している。2016年度の実施24店舗のレジ袋販売枚数は307万6877枚で、 これは1262万4517枚のレジ袋が削減され、二酸化炭素排出量を770トン、レジ袋製造にかかる、石油量を23万1029リットル削減した計算になる。マイバッグ持参率は24店舗の平均値で79.9%となり、ほぼ目標を達成する成果を挙げている。 商店街昭和通り四番街道ゆめにいわう、ま、川西地区では、昭和通り、上る道、銀泉街の三商店街を各に、市の中心商店街が形成されている。このうち、商店街を東西に走る。昭和通りでは、菊本町交差点付近から西原町三丁目交差点まで、密度は低いものの中小商店が軒を連ねる。また、宝石店や、 五福店が多く見られる。南北に走る登る道には全長約330メートルのアーケードが設置され、東密サンロードの愛称で親しまれている。四季島通りには飲食店や風俗店が比較的集積していることから、歓楽街の様相を呈している。しかし、中心商店街は工場従業員の減少やモータリゼーションの進展によって空き店舗が 大幅に増え、シャッター通りとすら呼ばれている。市役所は、ドームに居浜などの施設を整備したものの、活性化策が見出せずに苦戦を強いられている状況だった。2020年6月、ドームに居浜の有効活用策として、市の施設としての運営を終了し、民間以上、改装の上、2021年3月より、山直市場、 ドームキッチンとして運営されている。この他商店街としては、上部地区の登場交差点の南側にアーケードを備える吉見土商店街、川東地区の滝浜駅前に、川東商店街、川西地区の住友別市病院前に、病院前商店街がそれぞれ立地するが、かろうじて商店街の定裁を保つ吉見土商店街も含め、どれも、 壊滅状態と言える。大規模小り店舗中心商店街地区においては、昭和通り沿いに大型スーパーの集積が見られるが、求心力を弱めつつある。このほか上部地区を東西に貫く国道11号に、郊外型ショッピングセンターや家電量販店、ディスカウントストアなどのロードサイド店舗が多く立地する。また、川西地区の前田町から、 西の土井町にかけての地区においても、大型スーパーマーケットや、大型書店が立地する。また、大規模小売店が少なかった川東地区においても、2000年代、半ばから県道13号沿線に、ドラッグストアや、家電量販店、大型スーパーなどが進出している。1959年から1965年まで、黒島地区に、新居浜空港があり、 日東航空の大阪国際空港及び別府間の航空路線が存在した。なお、これ以降は市内に定期旅客便が就航する空港は設置されていない。上部地区では四国山地の北園に沿うように松山自動車道が東西に貫いており、市内に新居浜 IC が西条市の市境付近に伊予西条インターチェンジがそれぞれ設置されている。 その約 1km 北に並行する形で国道11号が東西に走る。この路線は慢性的な交通渋滞が発生していたが渋滞の解消及び市中心部から新居浜 IC へのアクセス改善などを目的として新居浜バイパスの整備が進められている。川西地区、川東地区では県道13号が東西に貫いており 西条市との市境付近に広がる、工業地帯や新居浜市の官庁街及び、川東地区の工業団地などを通る。市の中心商店街であり、旧県道13号でもある。昭和通りは、市の沿岸部を東西走る。これら東西の幹線を南北に結ぶ、主幹線が、県道11号である。新居浜市の大動脈とも言える、この路線は、 昭和通りとの交点から国道11号との交点までの約4 3トルを4車線で結ぶ。指導、各の船木線は、新居浜 IC から山根公園を経由して、県道47号新居浜別市山線を結び、マイントピア、別市や別市山方面へのアクセス道路として位置づけられている重要な路線。 各の船木線が全線開通となれば、大型車が通行でき、マイントピア、ベッシア、ベッシアマ方面からは、国道11号を通らずに、新浜 IC まで行けることになり、時間の短縮化につながる。高速道路一般国道都道府県道路線バス、瀬戸内運輸が市内に営業所を置いて市内及び、近隣地域を結ぶ路線を、また、伊予鉄バスとともに、 松山市内への特急バスをそれぞれ運行している。かつては、新居浜市公営企業局交通課が、市営バスを運行していたが、1965年に、廃止となった。定期旅客航路黒島港へ入港する大島からの、定期便港湾新居浜市内には100を超える、病院、医院等があり、それぞれ地域に根付いた、医療保険活動をしている。主な保険医療機関、 施設大学1949年の愛媛大学、設立と同時に、同大学の工学部のキャンパスが市内に設置されたが、1963年に松山市に移転したため、市から大学機能は一時消滅した。1973年には、桃山学院短期大学が開校したものの、定員割れが続き1990年に廃校となっている。このため、 現在市内には短期大学を含めた大学は存在せず、進学を希望する、高校生の多くは卒業後、大学や短大、専門学校に進学するために、新居浜を離れる。なお大学卒業相当としては、国立新居浜工業高等専門学校が設置した、専攻課において、他人を習得し、独立行政法人大学評価。 学位授与機構による審査を受け合格することで学士の学位が取得可能である。この高専専攻科については外部からの受験も受け付けているが実質的に高専卒業生のためだけの教育機関であるため市民の認知度は低いという意見がある。高等専門学校高等学校専修学校小中学校市内には市立の小学校が17校。 中学校が12校立地する。すべての小中学校がユネスコスクールとして持続可能な開発のための教育に取り組んでいる。かつては住友市立の市立学校が市内に点在していたが、現在は廃止及び新居浜市に移管されている。市内外からの人口が流入する一部校区を除いては少子化の影響で児童、生徒数、 教員数ともに減少が続いている。別紙小学校では児童数が極めて少ないため、複式学級制の元小学校を中学校に併設する形で効率的な運営を行っている。また、本市唯一の離島に位置する大島小学校は児童がいなくなり2008年度から休校していたが、2013年3月31日をもって廃校となり、 本土川の滝浜小学校に統合された。中学では、隣接する通学区域の中学校への通学を可能にする中学校選択制が導入されていたが、現在は導入されていない。2016年4月より、別市中学校は学び創生事業として、校区外より生徒を募集し、選抜した上で、英語、理数教育を重点的に行っている。また、 若宮小学校は、児童数の減少から、近接する総会小学校に統合される形で2017年度末をもって、閉校となった。その他の学校学校教育以外の施設、新居浜太鼓祭日暮れ別邸記念館東鳴間との、滝道三方の津賀桜久し三つ山の、 ソテツツズラフチ愛媛県総合科学博物館別紙銅山記念館マイントピア別紙赤金ミュージアム、武徳で南高院の大もみ千2 0 2 1 1 1五情勢生館会軍人学術会、産業会スポーツ会野球サッカー。その他作家、画家音楽界芸能界俳優タレントアナウンサー。その他新居浜市では、独自に県人会的組織、全国2位は、 マクラブを組織し、市民活動推進課内に事務局を置いて、各地で活躍している出身者、ゆかりのある人とのネットワークづくりに努めている。この記事は、以下のカテゴリでも参照できます。新居浜市営都会選に関するカテゴリー、ありがとうございます。